家族の肖像は1974年公開のイタリア・フランス合作映画である。監督はルキノ・ビスコンティ。カラー、スコープサイズ、121分。孤独な老教授と新世代の若者たちとの交流を描いたビスコンティの代表作。英語台のカンバセーションピースとは、 18世紀イギリスで流行した家族の団乱を描いた会話のこと。撮影はすべて教授のアパルトマンのセットの中で行われ、これは教授の閉ざされた内的世界の表現であるとともに、血栓症で倒れたビスコンティの移動能力の限界でもある。日本ではビスコンティの死後、1978年に公開され、大ヒットを記録、ビスコンティブームが起こった。教授は、 ローマのアパルトマンで絵画の収集、研究をしながら、管理人のドメニコと家政婦のエルミニアと共に静かに暮らしていた。そこへビアンカとその娘リエッタ及びリエッタの同居人、ステファノ、そしてビアンカの愛人コンラットがやってきて、上海を貸してくれるように頼みに来る。教授は、静かな生活が壊されることを恐れて断るが、しつこく頼まれて仕方なくコンラットを済ませることになった。 教授はあまりにも価値観の違う若者たちの行動に気がめいる思いだったが、コンラットが類いまれなる芸術の理解者であることを知って興味を覚える。コンラットはかつては学問好きの青年だったのだが、過激な左翼思想に傾倒して学業を中断し、今は昔の仲間に追われていた。ビアンカの夫は実業家でファシズムを支持する右翼の過激派と通じていた。 ある晩、教授は心を開いて、彼らを夕食に誘ったが、ビアンカの夫の話になったのがきっかけで口論になり、ステファノとコンラットが、思想的立場の違いから激しく対立して、特っくみ愛の喧嘩になり、教授はなす術もなく、コンラットは立ち去ってしまった。教授は、家族ができたと思えばよかったと、今までの自分の態度を悔やんだ。翌日、コンラットは、 教授に手紙を残して上海で爆死した。衝撃を受けた教授は死の床についた。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。